続いて特集です。木曜日に隔週でお伝えしています美術館へ行こうです。今回は上野公園にある東京都美術館で現在開催されているレオナルド・ダ・ヴィンチ展天才の肖像をご紹介します。今日は東京都美術館にやってきました。日下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はレオナルド・ダ・ヴィンチ展天才の肖像をご紹介しましょう。レオナルドの作品の魅力だけではなく、彼の思考の過程を探れるような、そんな作品をご覧いただきます。では早速ご覧いただきましょう。よろしくお願いします。レオナルド・ダ・ヴィンチというと、モナリザ、それから最後の晩餐は有名ですよね。レオナルドの油彩画っていうのはね、意外に少ないんですよ。へえ。世界で十数枚しかない、そんな風にも言われてるんです。そんなんしかないんですか。そのうちの1枚、こちら日本初公開、はい、音楽家の肖像という作品です。彼が描いた唯一の男性肖像画とも言われています。うーん、顔の緻密さに比べ、体の表現がね、未完成とも言われているんですが、眼差しに若い生命力感じませんか。そうですね、本物のように描かれていますよね。眼球の表現や頬、顎のまさに生きているような描き方は、解剖学に熱心だった一面が覗きますよね。楽譜を持つ繊細な手つきで、彼が音楽家の友人ではないかと言われています。今回は画家としてだけではなく、万能の天才として活躍していたレオナルドの様々な魅力がご覧いただけるんですよ。どんな魅力なんでしょうか。こちらの会場はそれが分かるスペースなんですよ。こちらは何かこうメモみたいな感じですね。はい、アトランティコ書庫といって、レオナルド直筆のメモやアイデア、覚書のようなものがね、たくさん描かれたものが集まってるんです。へー。こちらの一枚なんですが、はい、先ほどの音楽家のちょっと似顔絵みたいなものが描かれてますよね。あ、本当だ。上の方には兜のデザイン、そして真ん中にはね、水力装置のようなものがちょっと描かれています。そして下の方には、普段はね、左利きだったと言われているレオナルドの鏡文字、こうひっくり返すと読めるような文字で、作品リストのようなものがね、ずっと描かれてるんですよ。これだけ見るだけでも、たくさんの分野に長けていたんだなっていうのがよくわかりますね。さまざまな場で活動していたレオナルドなんですが、興味深い趣向があるんですよ。はい、彼はね、軍事技師としても活動していたんですが、こちらの趣向をご覧ください。大きな歯車みたいな感じですね。この歯車をね、人力で回すことによって、中の人が次々と矢を放てるような、そんな装置 のアイデアみたいなんですね。人の大きさからしてみると、この歯車がどれだけ大きいんだっていうのがよくわかりますね。常に彼はいろんなものを観察して、そして自分のこうアイデアを書いていたっていうことがわかる思考ですよね。今日は画家としてのレオナルドだけではなく、彼の多彩な頭の中を覗くような展覧会、ご覧になっていかがでしたか。趣向がとっても興味深かったです。実際に目にすることによって、彼の違った一面を垣間見れたような気がします。ぜひ皆さんも会場にいらして、レオナルドのマルチプレイヤーぶり、彼の魅力堪能してみてはいかがでしょうか。